久保さん、一生マトリックスは言われそうですね。一生ネタに。もう回収だいぶしたんじゃないですか、一生。<laughs> いやね、あの、うーんと、今回のテーマが、あの、お付き合いはするなと。お付き合いはするなというところで。まあ以前僕会社で入ってた時は、会社のお付き合い。 会社の人と人のつながりとかなんかいろいろあるじゃないですか。昔ながらとか。なんかいろいろありますよね。うん。で、あのー、僕もね、やってた時ありましたけど、今はね、自由になりましたね。<laughs> もう鹿児島単独になって一人になって、本当に、あのー、全部人を切って、 あ組織から離れて単独で自分でやるようになって本当ねジョイントするというか一緒にやるって言ったらほんと今熟成さんとしかやってないんじゃないですか自分の熟成さんとしかなんかジョイントとかやってないですよあと久保さんぐらいですねうんそうだからこれがねめちゃ楽っすね、うん、で基本ベースは基本ベースはだから熟成さんも独立しあの自立してやってるんで だから、久保さんも自立してやってるし。うん。だから、なんかこういう関係がいいっすよね。独、ど独自で両方自立してるんだけど、なんか気があったらやるみたいな。<laughs> 気があったらやるみたいな。あ、そうそう、久保さん。久保さん、あの、11月の、ちょっとすいませんもう、もう、ま、また直近で言いますけど、11月の9日、十日、10日、9日、 10日あたり空いてます。ちょっと、あの、久しぶりにお家にお邪魔したいなとは思うんですけど、いかがでしょうか。10あ11月の9日、10日、実はですね、11月の8日にちょっと車のドリームカーフェスみたいなのがちょっとあって、そっちの方に行くんですよ。うん、なので、ちょっと9日、10日あたりどうでしょうか。 どううでしょ気が合えば。気が合えば。気が合えばね。<laughs> あとね、あの、あそこ行ってきます。あの、熟成さんの,あの家。あの家はね、ちょっと久保さん動画撮りまくってきますから。ちょっとやばいぞもう動画撮りたくてしちゃあないですよね。あの立派な。家,家、家買いましたみたいなね、スクショ <laughs>。めっちゃスクショ撮ったらみたいなね。 家紹介しますみたいな。家買いましたってさ詐欺になっちゃうから、家紹介しますみたいな。俺買ったぜみたいな。家紹介みたいなね。いや、僕の家じゃないですけど、家紹介しますみたいなね。<う>稼,ぎ稼げるとこんな家みたいなね。なんか、それに匂わすみたいな。<laughs> はい、僕じゃないですみたいなね。まあいいや。まあ、んで、だからまあ、あの、やっぱね、 あの、お付き合いとか、なんか普通に、まあサラリーマンで働いてる方もあると思うんですよ。まあ今は多分昔に比べるとなくなったかもしれないですけど、上司とのお付き合い飲み会とかね、飲み会お付き合いとかあるじゃないですか。あれめっちゃしんどくないですか行きたくないけど、一応お付き合いで行かないと顔が立たないみたいなあるんじゃないですかめっちゃあるあるだと思うんですけど。 これ多分ね、人生のめちゃ無駄だと思うんですよね。無駄というか、なんか、うん、なんか行ってもあんまり学べない。もう元々嫌なんで、行きたくないし、その人と絡みたくないし、だけどお付き合い、顔を立てるとかね。なんかそんななんか、社会のなんちゃらみたいなねで。だからそういうのってきついと思うんですよね。うん、まあも,そもちろんそこで学ぼうと思う意思があるんだったら学べるかもしれないですけど、そもそも嫌じゃないですか。 うん、だからやっぱ、うん、自分が好きな人だけとつるめる、うん、これが一番いいと思いますじゃあ自分が好きな人だけとつるむ方法って一つしかなくてこれは情報発信することです情報発信して自分はこんな人だよとこういう考えを持ってこんな人だよっていうのをずっと言い続けるわけですよじゃあそれにいいよって言った人しか来ないのでめちゃめちゃ楽なんですよ でなおかつね、速化塾に入ります、ドリームアカデミアに入りますって、金払ってまでね、あの、入ってるわけじゃないですか。だから、その人たちとつるむっていうのは、めちゃ楽なんですよ。だけど、会社のね、お付き合いとかきつくないですか。うん。だからね、情報発信って、あの、いろんなメリットがあるんですよ。だからいき、情報発信すればするほど、実は、めちゃめちゃ生きやすくなります。 これあんまりね、語られてないのかなとは思うんですけど、情報発信すればするほど、あのもちろんねあの、いろんな人も来る場合ありますけど、ありますけど、まあ、僕ぐらいとか、久保さんぐらいちょっとエッジ聞いて、ぐわーやってると、まあ、あの近寄ってこれないんで、てか、<laughs> 1回かど2回動画見て、こいつら尋常じゃないなってなってくんで、それにそ,そうなる人は離れてくるので、 それでも吉谷さんみたいな人しか残らないので、だから僕 LINE アットとかも最近登録してくれた人にセールスしかしませんよって、もうそのセールスしますよってもう完全に言ってますからね。うん。なんでまあそんな感じでフィルタリングもめっちゃ結構エッジ聞いてやったりとかしてるので、だからまあ非常にやりやすいですね。うん。でようやくまあでもね、なんだかんだ言ってもう4年ぐらい経ったか、そう。 ちょっとびそうもうね久保さん、ちょっとプロモーションプロモーションとが終わったんですけどちょっとびっくりしたんですけど今回、今回びっくりしてあのー、びっくりしました <laughs> びっくりしたのがあのー、僕ねあのそんなに期待してなかったんですよ売り上げ、まあの話なんですけどそんなにあんまり期待してなかったんですね。 だけど、なんか300万ぐらい上がりましたね。300万。<laughs> 1日に、24時間で募集したんですけど、300ぐらい上がりました。300いくらだったかなあ、あれみたいな。<laughs> だから結局、その、ずっと僕、こう、発信して、まあ、濃く濃くしてるので、うん、まあ、そういう結果になりましたね。でも今まで、まあ、何回か過去にやったことがあるんですよ、この商品も。で、しかも、 今回、どんどん値上げしてってるんですね。すべてにおいて、ドリームアカデミアも値上げしてってますし、すべてにおいて結構値上げしてってるんですよ。あの,ほあの、なんだ、うん、メインのやつは。うん。で、今回のやつも、一番最初に出した時よりも、ね、もちろん値上げしてますし。うん。だけど、上がりましたね。うん。だからまあ、こういうこともあるんだなっていう。うん、なんか意外でしたね。 あんまり期待しなかったですし、僕のお客さんお、そんなにお金ないの、まあお金ね、みんな裕福な人はいてないんですけど、まあお金ないけども、そう。まあまあ売りましたね。うーん。そう。だからや、やってればね、なんとかなると思いますよ。<laughs> このやり方でもね。多分だって、す、まあ今、さらっと僕言っちゃいましたけど、 300ちょっとですよ。で、えー、今年収300みたいに言われてるわけじゃないですか。1年働いて300ですよ。もう1日販売して <laughs>、こういうこともあるんだな、みたいな。で、あんま期待してなかったんですけど、そう年末のドリームアカデミアは、ちょっとあの1000万とかその狙ってね、もうしっかり売るぞっていうのはがやるんですけど、今回のは、あのー、 そんなにがっつりやってないですよ。だから動画も何個だ動画も、まあ、音声対談は結構撮りましたけど、案内動画が4本5本なんですよ。確か。多分4、6本、あ、6本ですね。6本ですね。しか撮ってないですね。うん、6本ですね。6本で300万ですね。うん。そう。 まあそんな感じです。だから本当にまあ濃い人がね、あのー、お達しい,いただきましたねうん。まあ僕もちょっと頑張らないといけないですけど。はい、ということで、えー、なんだっけな。まあとりあえず、発信しようぜってことです。億万長者合宿で言ってますけど。でも発信すると本当にね、あのー、いい人しか来ないですから。いい人っていうか、変ない,いろんな人来ますけど、 それでも、ぐわーやると、うん、ついてこれないですよ。うん。で、今、プロモーションやってたんで、僕、あの、限定公開でずっとやってましたけど、この一般公開で100本、100何本溜まってるんでも、もう、一気に公開しますから。<laughs> アンチ、アンチの人とかも一斉に離れるでしょうね。こいつ、こいつにバットし続けられねえ、みたいな。多分もうね、100本以上溜まってるんで、普通に。 限定動画が溜まりすぎちゃってましたね。はい。でもね、今回やってみて思ったんですけど、一日一本とか超余裕だなと思いましたね。一般、なんか違和感、まあ裏で動画撮ってるんですけど、なんか一日一本しか一般公開しないっていう違和感しかなくて、あ、これって超楽だなと思いましたね。まあ裏で動画を撮ってるんですよ。こうやって、億万長者合宿の動画も撮ってますけど。 なんかその公開しないっていう、なんか一般公開1本しかアップしてないっていうのが、あ、こんなもんなんだみたいな、めちゃ余裕だなっていうのはね、思いましたね。うん、まあいいや。まあ、とりあえず発信しろってことです。いってらっしゃい。